パラスケビ、ボーラ・パトリドは、ギリシャの陸上競技選手。1992年バルセロナオリンピックの金メダリストである。ギリシャ北部マケドニア国境にほど近いトリポターも出身。パトリドは、1992年バルセロナオリンピックでは100メートルハードルに出場。予選を12秒96の自己ベストで準決勝に駒を進めると、 準決勝でも12秒88と更新したばかりの自己ベストを再度更新し、ギリシャの女子陸上競技選手として初めてオリンピックの決勝に勝ち上がった。翌日の決勝レース、この大会ですでに100メートルで金メダルを手にしていたアメリカのゲール・ディバースが優勝候補の筆頭であった。スタートしてすぐディバースが飛び出すとその差を保ったまま最終ハードル、 ところがここで信じられないことに、ほぼ金メダルを手にしていた。ディバースはハードルに足を引っ掛け大きくバランスを崩し、大減速。ディバースは、後ろから襲いかかってきた選手たちに次々と追い抜かれ、選手たちは、一段で、ゴールに流れ込んだ。レースは、パトリドが、胸の差差し切って、トップでゴールしたのは明らかであったが、ゴール直後、パトリドは、銀メダルを獲得したと思い込み、 両手を上げを喜び、場内のスクリーンでリプレイされたレースを見て、大番狂わせの金メダルを獲得したことを確認すると、地面に両膝をつき、両手で顔を覆い、驚きの表情を表現した。パトリドはギリシャの女性選手として、オリンピック史上初の金メダリストとなった。パトリドの金メダル以降、ギリシャは大会ごとメダルの数を増やしていっており、これはパトリドの 金メダルがギリシャのスポーツ界に息を吹き込んだと言われている。バルセロナオリンピックの後、パトリズは彼女の元の専門種目であった総幅跳びに再転向する。彼女は100メートルハードルと同じく良い結果を残せると信じていた。1996年アトランタオリンピックでは決勝に進出し10位となり、彼女の選択は正しかったことが証明された。 2000年シドニーオリンピックでは100メートルと400メートルリレーに出場。共に初戦で敗れている。パトリドは1996年アトランタオリンピックと2004年アテネオリンピックの両大会の開会式で最終聖火ランナーへと統治をつなげる聖火ランナーを務めた。ありがとうございます。